京都市役所に掲げられた「師匠今日の漢字をモチーフにした金の部分には金箔が用いられています今回の主人公は師匠に金箔を施した職人白鷲師子の五秋久志さんです五明さんの仕事は 大阪城の金箔で装飾された2,000個を超える瓦や編み込まれた竹に金箔を施したティファニーのセカンドバッグなど国内外問わず多岐にわたっています。私ににとって金箔っていうのは、あの自分に与えられた、 宝物かもしれないとこんな格好良いもないじゃないっていうところはあるんですよ京都では伝統的に仏具に用いられてきた金箔五明さんは仏壇や遺廃仏像の金箔仕上げも手がけています京都市右京区にある中央仏教学院には 逸脇さんが金箔を施した仏像が奉納されていますやっぱり交渉でないといけないと思うんですよ金箔の本来のその光沢をちゃんと仏像に表現するのがそれが仕事であるというふうに私らは思ってるので工房の親号は逸脇ではなく五名と読みます 京都市下京区新町通りの細い路地を進んだ突き当たりに工房があります五名金箔工芸は明治初期から始まり父である五明昇さんと四代目を継いだ久さん二人で日々金箔と向き合っています白押しの仕事をするためには 漆のように表面が滑らかである必要がありますこの位牌の側面に金箔を施す工程を見てみましょうまずは仕事がしやすいように位牌を分解し漆化けという刷毛で接着剤となる漆を厚く塗ります箔押しで使われる漆は 金箔が剥がれないように、接着力が強いのが特徴です。漆っていうのは、温度とか湿度とか、その部屋の環境とか、いろんなことでものすごく実は変化するんですよね。一番実は気を使います。胃牌に塗った余分な漆を、綿で荒く拭き取る荒吹き。新たに塗った漆は、 もともと施されていた漆と同じ黒色なので見た目では均一に拭き取れているかどうかわかりません熟練の技、培ってきた感覚がものを言います凹凸のある部分は小さな綿を使い最後により柔らかい綿で拭き上げますこの下地作りは金箔を定着させ金箔の輝きを最大限に引き出すための大切な工程です 京都の場合は重たい目に金箔を見せるっていう独特の京の重押しっていう要は技術がありまして五明さんが長年取り組んできたのは重しと呼ばれる仕上げ方法金箔の輝きは接着剤となる漆の仕上げ方で大きく変わるのです金箔自体は。 少し落ち着いた光沢ですよね本来の金箔の光沢っていうのを表現するのが一番大事じゃないかなと思っていつも仕事をしてるんですけどお申しは艶を抑えむっくりとした金箔の重厚な美しさを引き出す技法位牌の側面に軽い金箔を置いていきます。 竹製の「白橋という橋を使ってそっと金箔の厚みは1万分の1ミリ極限まで薄く引き伸ばされた金箔は静電気を帯び扱いが難しく職人が手で触れることはできません。 金箔は大きく2種類に分類され、五つさんが使う金箔は最高級とされる円付け箔です。裁断するとき、金箔に直接手が触れないように、金箔と金箔の間に挟んでいる白藍石に縁がついています。この縁が職人の手仕事の証なのです。対する立ち切りは、円付けに比べ厚みがあり、 1970年代に開発された技法で量産に向いています金箔を施す作業は漆を接着剤として乗せて押していくことから箔押しと呼ばれているのです払い化けを使い余分な金箔を取り除き表面のムラをなくし 滑らかに仕上げていきます金粉を使って微小な隙間を埋めていきますこの後漆を乾燥させて完成です案外にその金箔貼ったものって高級品であったりとか使いにくいものっていうイメージが強いんですよね 生かし方ってででもあるんですよ五明さんは白押しの技術を生かした新しいものづくりができないかずっと考えてきました白押し誌。 五木久さん。金箔は仏教美術をはじめ、高級家具、建具、アート作品に使われてきました。五木さんは発想の幅を広げ、今まで金箔が使われたことがなかったものにも挑戦しています。まあ、日常の中にでも、こんなやったら使えるんだっていうところのものが、何かこう広がっていければ。 もっとこう皆さんの中でまあ身近な材料で、えー、いけるかなというふうに思ったもんですからいろんなものをするようになったんですねけん玉や麻雀牌遊び心たっぷりの金箔工芸品を作ってきました久志さんの挑戦に 八十六歳になる先代の昇さんは、こういう時代ですしね、もうどんどん新しいことやっていったらいいと思ってます。私もどっちかというとそういうこと好きな方やったから、ええ、失敗ばかりしてますけどね。<laughs> 金箔を施したことがないものに金箔を施す。一番難しかったのは実はスマートフォンのケースでした。 ケースに使われている樹脂は漆との相性が悪く金箔を押すことができませんスマホのケースはですね実は完成というかここに至るまで三年ぐらいかかったんですよどうすれば樹脂に漆を定着させることができるか五脇さんは研究を重ね樹脂の表面に企業秘密の処理を施し 漆にある液体を混ぜたものを塗ることで樹脂に漆を定着させることに成功したのですににしなないいと次には進めない諦めてしまうと自分の中での経験も生きないですし新しいというかこういろんなきっかけで取り組んでいくのがあの、まあ、そのスマホにしてもしっかりであの私にとったら。 いい経験のこう蓄えにななってるかなと。まあ、何でもかかってこいともっとこう使えるもののジャンルに持っていければいいかなというところを今はちょっと考えてます何とも言えない重厚な黄金の輝き見たこともないスマホケースが完成しました五木さんは白押しの技術とその魅力を発信していくために 20年ほど前から白押し体験教室を開いています。五名金箔工芸、4代、五久志さん金箔は、ものに新しい命を吹き込み、新しい輝きを生み出します。五箔さんは、新しい価値の作り手、現代の 錬金術師なのです。